皆さんこんにちは、ピーキュンチャンネルの奈良木です。ジングルベール、ジングルベール、鈴鹿鳴る、上松です。もう少しでクリスマスということで、今回は乾燥した植物を使ってクリスマスの飾りを作っていこうと思います。イエーイ。材料はこんな感じです。ピーキュン、どれが植物かわかる？それだけ？あ、それも？実は今ここにあるものは全部海外から日本に持ち込むときには検査が必要な植物なんだよ。ちゃんと覚えといて。早速作っていきましょう。はい、それぞれに作りたいものの材料を準備しました。ちょっと人工物とかも混ざってます。私はツリー型で作ります。はい、私はリース作ります。クリスマスになると、めちゃめちゃイチゴの検査とお花の検査が増えるんだけど。あー、イチゴね。そう、イチゴやばい。そっか、でもイチゴは多分空港ならではだよ。そっか、港で見たことない。冷凍のさ、ミックスベリーみたいなやつは見たことあるけど、リース。おお、びっくりした。なになに？あ、ブルーがついちゃった。あれ、それでなんだっけ？イチゴとリース？イチゴとリース。リース来る？うん、めっちゃ来る。ああ。もうね、いろいろくっついてるリース来る。飾られてるやつ。そう。へえ。だからね、チェックが大変。確かに。釣りしてるの、ピーケン。あ、なんか飛んできたんですけど。ピーケンはなんかクリスマスの思い出ある？ない。ピーケン欲しいプレゼントは？サンタさんに頼みたいプレゼントある？そうだよ。奈良木サンタが大量の油ぶし。それ取るの嫌だな。くるみ使おう。くるみで思い出した。うん、何？さっきここにあるものは全部検査が必要な植物っていう話をしたと思うんですけど、日本への持ち込みが禁止されてる植物もあるよね。生の果物とかトマトとかの火砕類は禁止されてるものが多いね。ね。今日あるこの乾燥植物の中でも、さっき上松さんが取った殻付きのクルミ、これはですね、リンゴや梨を食い荒らすコドリンガっていう害虫がついている可能性があるので、この虫がいる国や地域からの持ち込みは禁止されてます。で、そうそうそう。でも一つ注意してほしいことがあります。殻付きのクルミは持ち出す国の政府機関が発行した検査証明書が必要です。他にも今日の材料だとピンクペッパー、胡椒木や豆類を検査の時に証明書が必要な植物です。ちなみにね、ピンク、いけた、いけた、いけた、割れました。はい、この殻を剥いたこの中身、あ、殻を剥いたくるみは海外から日本に持ち込みますか？正解。殻剥きのくるみはどんな国からでも検査を受けて合格すれば持ち込むことができます。証明書もいりません。唐辛子とか八角などの香辛料や松ぼっくりなどのいわゆる乾燥した植物の多くは検査の時に証明書がいらない植物だね。ピーキュン、ユーカリの実は種によって証明書が必要なものがあるから注意が必要だよ。今回説明した内容は2021年12月現在の携帯品持ち込みにおける条件なので、最新の情報を植物防疫所のホームページで調べてください。お願いします。すごいね、上手。作ったね、めちゃめちゃ上手。ちゃんと入ってるね、かわいい。レベル高い。そしてメマちゃんのめっちゃ可愛いんだけど。やった、リースも可愛いです。いい、ね、ってありがとう、はい、皆さんもぜひ材料の植物検疫条件を調べながら、そう、植物でおしゃれなクリスマスの飾りを作ってみてください。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。それではメリークリスマス。
いいけど、ブルーガン使いこなしてたな。使いこなしてたよ。マジか、何でもできるじゃん。いいけど、何でもできる。すごい子です。イエーイ。決してサイコパスではありません。